えーと先週のミルダムの振り返りですが、えー、先週は2022年2月7日から13日で、えーと、最終的なポイント、5万7866かな。で、C2 から C2。で、今週は、えー、と日曜日の、うん、昼の段階で5万4293ポイント。 これ結構、毎週と比べる、毎週の平均と比べるとちょっと高めになってて、大体なんか、大体このタイミングだと5万いってないかなっていうくらいの時が多いんよ。<noise> え、で、多いんだけどごめん、ちょっと赤下。え、多いんですが、えっ、ー、と、昨日土曜日かな。土曜日のイベントで220位以内に入れたんね。 でエクストラポイントが3000ポイントついてるのと、えーまあ、それ差し引いても、まあ、3000ポイントだからなかったとしても5万1293じゃん普段よりちょっと高めになってます今週ちょっと高いのはまあ平日いつも日曜日とかにギフトまとめて投げてもらうことが多いんだけど平日にちょいちょい投げてもらったというのもあるし あと、もう新規さんとかもちょいちょい来てくれてて、で、土曜日の段階でコメント意識してくれてた人が今週は多くて、えっと、もう、ウィークリーのえー1週間で20人のコメント、20回じゃなくて20人ね、のコメントも達成してますよと。大体なんか、コメントの人数に関しても土曜日の段階で達成できてないみたいなこと多いんだけどね、なんか。 で、日曜日になんとか達成するみたいな流れが多いんだけど。で、今週は割と、あのー、調子はいいのかな。んで、えっ、ー、とね、昇格目安を、あ、超えてるっていうか、同じポイント。あの昇格目安と俺のポイントが同じ。だから、ギリギリ、 あの昇格目安の範囲に入ってるっていう状態ね今まあ夕方から配信する時にはまたどうなってるかわかんないけどまあ久々じゃないこういう状態っていうのもそうでなんか最近ちらほらあの懐かしいメンバーをが来てくれたりとかね <laughs> 懐かしいっていうか,なんか俺の場合頻度がさ、まあ、毎日やってるじゃん配信を。 だから、ちょっと空いたら、あなんか、久しぶりに見たな、みたいなのになるけど、実際はそんなに空いてないのかもしれないね。そう、それぞれのさ、生活があるわけじゃん。で、その中で、あのー、まあ、時間経つのも早いよね。そう。うんでじゃ、でもなんか、俺の場合、日々やってるからさ、で、なんか、いつものメンバーはこの人じゃなとか、ああ、あの人、お前よく来てくれたけど、最近見ないなとか、<laughs> まあ、いろいろあるじゃん。 <laughs> そうまあ元気しとったらいいなっつってそう、まあ、まあやっぱ嬉しいのは嬉しいよねそうまあなんかそのあまり特別扱いしないけどなんか久々に来てくれて「おおよう来てくれたなー」とかってやらないけどまあなんか「ああ来てくれたんじゃのうしいなー」っていうのもあるよやっぱり、うん、だってそれはなんかさやっぱそれやっちゃうとまあその久々に 来た人はそれでああ良かったなと思ってくれるかもしんないけどでもその間欠かさず来てくれてた方もいるからねそうそれでう嬉しいなと感じつつもなんか必要以上にオーバーリアクションはしないと <laughs> じゃないとなんかそのまた人によってさそのあの何て言うかなそうリアクションの大きさも違うとまたそれはそれで微妙じゃないなんか。 ちょっとしか空いいてないち,ょっとちょっと最近来ないなみたいな時久々に来てくれて来てくれてああよう来たなーっていうのと割と空いてでちょっと喜ぶみたいな感じだったらさ <laughs> なんかそのまあ俺的にはやっぱ気持ち的にもあるじゃんやっぱ人間だからさみんな同じように接してるわけじゃなくってなんかその気持ち的にもああこの人来てくれたら嬉しいなーとかっていう度合いもやっぱ一人一人違うじゃん。 でもなんかそれを、なんかその、全部出し切るっていうのも <laughs> な、なんかちょっと、なんていうか気持ち悪いというか、なんかね、そう、まあんまりこう各方面に、なんかそういろいろ考え出すと、キリがないっちゃキリがないんだけどそ、まあ嬉しいは嬉しい。で、あんまりなんかその、なんていうの、その感情イコールリアクションみたいな感じでは <laughs> やってないから、 思ったより喜んどるよっていう <laughs> <laughs> 感じではあ,るあ元気そう良たらかったなっていう感じではあるねそうでも、まあ、配信の性質上俺がその見てくれてる人の方に行くってことは、まあ、そんなにそんなにないっていうか、まあ、相手が配信者だったらね無くはないんだろうけど、まあ、でもあまりそこもねあんまり基本的にあんまりやらないようにしてるなんかその なんて純粋に楽しめなくなるというかなんかなんていうのあこれお返しせんとなーみたいなのを考えすぎるとやっぱりこう面倒くさくなっていくじゃんだんだんそれが増えていくとで最初ありがたいなって思ってたこともさなんか勝手に自分がそのお返ししないとって思ってでやり始めたこととかでもなんかそれが重くなっていったりとかさ面倒くさくなっていったりとかさ 続かないことも最初からやらん方がいいなっていう風 <laughs> に思ってる、ね。ただただ、もうその気持ちはちゃんと持っといてっていうね。で、それで成立する人とだけまあ関わればいいのかなと思ってるんで、だけそういう考えだったら、なんかその見返りを期待して、あのー、なんていう見返りがなかったら、なんなんこいつってなる人と一切接することがなくなるじゃん。結果的に離れていくから、そういう人って。 まあそれでいいのかなとは思ってるそうだからまあ数字的にはさやっぱなんかそういうのうまくやった方があの伸びやすいだろうしなんかそれもまた努力の一つとして捉える人もいるとは思うんだけどなんかそのその先に幸せが待っとるかどうかっていうのが大事だと思うからなんか。 数字は伸びて、例えば配信者ランク上がったとしても、がんじがらめになっていったら、俺の感覚ではやっぱ幸せではないわけよ。なんか、んめんどくせえなっていう。<laughs> それしか言ってないけど。め,めんどくせえなってな,なるのもすごい嫌で、そう。だけどその感じでもう成立する。もうサバサバしてる。でもう自分がやりたいからやったんよ、つって。 でそ,のそれくらいの感じの人と接したい。<laughs> で俺も誰かに何かする時大体そうだしそう自分がやりたいからやったよーっつってあの喜んでくれたら何よりだよーっつってそれがまあ一番何て言うんだろう関係性がうまくいく感じなんじゃないんかなと思う。だから俺の周りにおる人は大体 現状そんな人がもうほぼほぼだねなんかそれネチネチしてるような人もいないと思う、まあ、内心はどうなんか知らんよただ自分が感じてる分には、うん、てかまあ俺本当そんな感じだから続かないだろうしね多分そういう性格の人ってストレスが溜まって <laughs> そうなんかやっぱ自由にね あのその関係性が深まっていけばいくほどさなんかこう窮屈になりがちじゃないどうしてもえなんかそれもなんかちょっと嫌じゃんなんかできればやっぱり理想的なのはお互いがなんかめちゃめちゃ快適でこう何て言うのこう窮屈な思いをせずに関わり続けるみたいなことだとは思うんで、まあ、ただそういうその考えと 自分が配信者としてやっていくっていう考えが必ずしもイコールになるとは限らないっていう昔はそこに一貫性を持たないとって思ってなんかあの悩んでた時あるけどよくよく考えたらやっぱりその個人としてのその関係性とその配信ってやっぱりそのコミュニティ的な要素も含むからなんかその全ての かん関わる人たちが自由に何でもかんでもやったら成立しない面もあるわけよそ,うでそこはなんかあのー、分けて考えないといけんなとは思ってる、うん、じゃなんか昔だけさ結構その辺も,も俺も自由だしみんな自由だいエーってやってたけど <laughs> すっごい昔ねやって配信とかより前にいろんなことやってた時にやってたけどやっぱり成立せんかったねそれだけ関わる人たちが あのみんな空気読んでで立てるとこ立ててでそれでこう自然に成り立っていくんだったらいいけどんかその我が我がってこう自分が自分がってなるやつばっかりになっていくとやっぱりまあ無理なんだなっていう、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど <laughs> でそういう風になりがちでもあるんだなっていうことを学んだからやっぱり軸はこれですよここが軸ですよ。 でそこに当てはまらない人はあの関われませんよっていうのでやっていかないとなんかやっぱその軸がその中でポンポン立つみたいな状態になっていくからさやっぱよくないなと思ってでだけまあゲーム実況をやり始めた時くらいからはもうだいぶその考えに至ってたからゲーム実況から知った人はあなんかもう自分の思い通りにやりたい。 だけやりたいだけの人 <laughs> やりたいだけの人だから <laughs> そう分かってくれとると思うんだけど <laughs> でえっ、ー、と先週のこれは日曜日のイベント、えー、の3時間前で59位だったんだねこれはスクショ梅桃さんが撮ってくれてますありがとうでえっ、ー、と先週は梅桃さん3418ポイント夢未来さん3205ポイント ピコピコハンマーさん607ポイント、紅茶さん308ポイント、リリホワスさん299ポイント、プチウメモモさん162ポイント、えーと、スダチミさん81ポイント、ピコタルモノさん9ポイント。最近ピコピコハンマーさんがなんかよく来てくれるような感じがあるね。なんかちょっと前まであのコメントをずーっとつけて言ってくれてて、んで、な、 なんか最近絡むねなんかねそうもう嬉しいねそうなんかまああんまり人に対してどうこう思わない方だからさそのあコメントをつけに来てくれてるだけの時もああんかあ気にかけてくれてんだなーっていうくらいの感じそうまあ特になんかそのコミュニケーション取るわけでもなかったからそうあ気にかけてくれてんだなっつってんで あ,あまあ配信やってんだなぐらいの <laughs> 感じだったけどまあやっぱコミュニケーション取っていくとあ,あこういう人なんだなとかこういうコミュニケーション取り方するんだなとか、あのー、分かっていってそう、まあ、コミュニケーションってやっぱ取れば取るほど中っ,って深まっていくものだとは思うからさまあ深まっていってもいいしその無理に深まらなかったとしてももう俺的にはありがたいなっていう印象ではあったから。 そんな感じです、すで今週も割と絡んでるかな。そう。そうありがたいよね。で、えっ、ー、と、これがイベント、3時間前は59位だったのが、えー、6分前、終了6分前、107位。まあ、ここから220位以下に落ちることってないから、で50位以上じゃないと、えっ、ー、と、50位以上以上以下。 あの50位よりも1位に近い方 <laughs> 1位に近い方で、えー、5000ポイントかそ,うでそっから下220位までは2003000違う違うポイントだからエクストラポイントが107位くらいだったという感じですねでこれが先週の、えー、っと先週末終わる時のタイミングか 5万7,000。大体5万7,000くらいになるんかな。で、前週のあ結果って書いてるのが、えー、っと、今の時間軸から見たら、先々週になるから、5万7,000。で、先週もまあ5万7,000くらい。で、今日の今の俺が5万4,000だから、あ、でもなんかね、 ウィークリー、もう割と半分、半分は言いすぎかな。割と2、3000ポイント分くらいもうギフト入ってて。で、普段よりやっぱちょっと入ってるよね。だから、まあそれ差し引く、差し引いて、最終的なポイントそんな変わんないみたいになるあのが変わんなくはないか。多分ギフトが全部入れば5万7000くらい多分いくから、今週6万、 越えそうな気はするけどもう、まあ、分からんない。た、ま、い、あ、それくらいの雰囲気かな。そうかな。そんな感じかな。んで、下から見ていこう。なんか変なスクショ混じってないよな。よくよく考えた俺ちゃんと見てなかったけど大丈夫な。<laughs> 時々これ関係ないスクショ、この期間でさ、絞って、で、フォルダに入れてやってるから全く関係ないの出てきたら。 ちょっとめんどくさいんだけど、ちょっと確認してねえや。多分大丈夫だと思う。えっ、ー、と、これが2022年2月7日21時、えー、ピコタルモノさんが応援投げてくれてます。ありがとう。で、この、あるね、えーと、挨拶コメント入れてくれてますね。えっ、ー、と、2月7日23時半、えっ、ー、と、ゆめみらいさんと夢桃さん、プチ夢桃さんが 99コインと39コインと9コインのやつを9個投げてくれてますね。ありがとう。梅桃さんがもうほんとレベル100近い。あ、違う、プチ梅桃さんが。そう。近いね。100ってやっぱなかなかいかんもんなんだな、やっぱな。えー、で、2月8日23時半。えーと、夢未来さんが応援3個投げてくれてますね。おー、ないっちゃん、これはあれかな。エペやってんのかな。 すだちみさんが祝を9個投げてくれてますね。ありがとう。でなんか割とじゃけ、この7日が初日かな、月曜日かな。割となんか初めの方から入れてくれとるんだ。えー、で、2月11日、ここからちょっと飛ぶね。11日、えー、紅茶さんが手袋投げてくれてます。ありがとう。と、ラスバレーのやつね。オリンパス楽しいです。またエペやってるのこれね。 で、2月11日、20時半、え未、ー、と、夢未来さんが祝投げてくれてます。プチウメモモさんが祝9個投げてくれてます。ウメモモさんが祝9個投げてくれてます。ありがとう,う。願い事ギフトっていうのが、なんか、なんていう自動的に設定されてて、で、一応内容を見て、 あの途中で見たあこんなのあるんだと思ってこの,この週だったかな。で、なんか達成しやすいものに変更しといた。<laughs> なんとなく達成できた方がいいのかな。あんま関係ないんかな。わからんのんだけど、えー。で、ピコたるものさんが12日20時15分、えーと、ハッピー投げてくれてますね。ありがとう。で、えー、と。 12日2十時20分えー、っと梅ももさんがタピオカ2個そしてえじゃあ6個7八 8, 8個 <laughs> で夢未来さんが、えー、っと4個タピオカ投げてくれてますでピコピコハンマーさん黄色いだるま投げてくれてますありがとう。 これが12日ね。えー、で、ピコピコハンマーさんが、299コインの、えーっ,とえー、っと、ギフトと、えー、っと、ハートチョコ投げてくれてます。ありがとう。でかいよね。合計600くらいのやつ。この時が、そう、バレンタイン前だから、えー、っと、バレンタインボックスっていうランダムギフトがあって、 それを投げてくれてますね。で、リリフホワスさんがバレンタインボックス、いちごチョコ投げてくれてます。ありがとう。これが2月12日。あと、これ何日までだっけ ?12、12かな。これね、ありがとう。しかも3個投げてくれてる。あ、違う違う,違うわ。<laughs> 間違えた。内義譜ですが, <laughs> が3件だった。内義譜ですが3件だった。えー、っと、これが13日。 ええと、梅桃さんが299濃い熱送ってくれてます。これなんだろう。炎のライオンみたいな熱。<laughs> ファイヤーなんとかかな。ありがとう。で、13日19時半。うーんと、紅茶さんがバレンタインボックスハートチョコを投げてくれてますね。ありがとう。で、このでかいやつらが、これもだね。このやつもだね。 これです、ね、えっ、ー、と、夢未来さんが、えっ、ー、と、ハートのチョコのやつ、そして、えっ、ー、と、うさぎがチョコレート食べてるやつ、これと、これ、<laughs> LINE のやつみたいな、LINE のうさぎっぽいな。えっ、ーえー、と、これは、何て言うんだろう、このやつ、このやつ、<laughs> これちょっとパーティー感あのやつ、これ、これ投げてくれてます。これ2999個、このやつね。 そうなんか紙吹雪みたいなのが舞うんな。のやつ。すごいね。ここだけで、えー、3の5の6,000コインくらい。すご。ここだけで6,000コインくらい。でかい。で、これでミッション達成と、えー。2月13日の20時7分達成してますね。この時はあまりコメントも苦労してないのかな。 どうなんかなでもなんか最近ね、あの、コメント、コメントが足りん足りんようたら、あの、意識してつけに来てくれる人とか、もしかしたら裏で声かけてくれとるんかもしれんけど、あの、つけに来てくれる人がいますね。で、あの、ワグマさんのお友達はヌーピーさんとか、そう、もしかしたら裏で声かけてくれとるんかもしれんなとかで、もしくは自主的に来てくれとるのは、それはそれでありがたいしな。 どちらにしてもありがたいなと思いましたね。で、梅桃さんがレベル上がりましたと。<laughs> 92から93に。92から93なかなかないタイミングだよね。なかなか上がらんからもうあそこまでいったな。そう。で、これで終わりか。そんな週でした。最近はでも、そうだな。2月、アップデートいつだったんだっけ 2月5日だったかな原神のアップデート。え ?2 月、違うわ、16だ。原 <laughs> 神のアップデート、そんな大事じゃないよみんな。原神のアップデート、2月16だ。16。そうだね。16の水曜かなんかだな。そう。だけど、それの、やって今、一段落したかな ?16 だかだま,まだ4日くらいしか経ってないんか。そう。なんか、 っていうキャラクターが追加されてで演歌の宮っていうマップがなんかいくつかの分かれとるんだけど演歌の宮っていうのでところで、えー、とイベントが開催されたいなで今回結構ギフトの内容もよくってギフトっていうか、あのー、何ガチャ回せる石とか、えー、キャラクターを育成する素材とかあとそのゲーム内のお金 ゲームだっていうんだけどそ,うその辺もなんか割ともらえたような気がしてでえー、っと今バージョン2.5になったんだけどバージョン2.4で勝利っていうあの強いキャラクターシールドを貼るのが強いキャラクターがいるんだけどそれ当たってでそれの育成をしたいなって思ってたんよでそのタイミングで あの育成するにはま素材もいっぱいいるしそのモラっていうゲーム内のお金もいっぱいいるしで、あのー、なんてうの多分時間結構かかるだろうな、まあ、日々やってればちょっとずつ素材とかモラも溜まっていくからそう、まあ、時間かければ誰でも育てられるんだけどちょっと時間かかるよなって思ってたらそう。 このイベントイイベベンントに乗っかっかてイベントをクリアしていくと報酬が結構あるから勝利先生勝利先生って呼ばれとるんだけどその立ち位置的にキャラクターの勝利先生を育成するしたいっていうのとあと新武器もイベント進めたらもらえるんよでその新武器もイベント期間中だったらそのお得に何て言うのお得にっていうか なんていうの武,器武器にもレベルがあって武器のレベルを上げるのに1.5倍経験値がもらえるだからイベント期間中に、えー、と育成すれば必要なえっ、ー、とモダが少なくな少なくて済むんかな素材とモダが少なくて済むんかなそうなので、えーとまあ、イベント期間中にやってしまいたいなと思ってるところですね うん、そんなそんな感じかなああとまあエイペックスもアップデートちょっと前2月8日だったかな多分えっ、ー、とそうだから原神今,今現在原神っていうゲームとエイペックスレジェンズっていうゲームを、まあ、割とメインでメインでとかもうそれしかやってないんだけどやってるから でその2つのゲームのアップデートのタイミングかぶったんよ。そう。正直なんかちょっとバタバタしてて。で、APEX もなんかその期間中にやらないと受け取れないスキン。なんていうの、そのコスチュームみたいなキャラのが、その期間中じゃないともらえないみたいなのがあるから、で割と豪華ないの、今回。ででもバタバタよな。<laughs> ほんまに。これでも、 ゲーム実況で配信してそれが収益になってるからさ、まあこんだけ時間使,使えるというか、まあ、そうやりたいっていうのもあるし、その、なんていうの、まあ、頑張って、まあワンチャン大きくなっていけばさ、あの収益も大きくなっていくわけで、そう。じゃけまあそういう意味でも、まあ、頑張れば頑張っただけいいわけじゃんそうで。そういう構造だから、まあ時間使えるけど、 そうじゃなかったらなかなか使えよねやっぱ仕事もあるしとかって考えるとそうだからもう俺の場合は基本的にやっぱなんていうんだろう,そのもう自分らしく生きていきたいっていうのもずっとあるからその中でやっぱりなんていう自分に合った働き方もそうだしその興味があることをやり続けたい。 で、興味がないことで怒られるのが一番嫌いだから。<laughs> 小学生みたいなこと言う、ね、興味がないことで怒られるのが一番精神的に来るよね。興味がないことで。もう何の時間ってなるもんな。いや別にやりたいわけじゃないしみたいな。風になるから。で、みんな多分そうだと思うんよ。でも、そのつい、突き詰めて生きていい時代に入っとるからさ。別に簡単なことではないけどね。 でも、うん、そういう道も昔と比べると多分誰しもにこう目指せる環境にはなってると思うからそうなんかそのもうこの社会に馴染めないとか生きづらいなって感じ取る人はゲーム実況から始めたらいいと思うわ <laughs> かんないけども,もっと適したものがあるかもしんないけど好きなことを突き詰めていってそれを こうそれが仕事になるって昔だったらさなんかプロになるとかさなんかそういうことでしか難しそうだったじゃんわかんないけどなんか,もし,なんかもしくはなんかあもしくはなんかアーティストとかそう画家さんとかだったらさなんかあの何て言うんけ何て言うんけあれ何て言うのか囲われるじゃなくて何て言うかな。 そう気に入ってでまあお金出してくれる人が出てくるみたいなちょっとその名称忘れたけどあるじゃん昔っからそういうのがあるじゃんそ,う、まあ、そのどっちかっていう方向性だったじゃんでほんま昭和の時代とかだったらテレビに出るとか <laughs> 芸能人になりたいとか <laughs> そういう世界観だったじゃんでも今ってもうそれこそスマホ1台あればさ その例えば好きなことについて語ったりしてるだけで稼いでる人もいると思うしなんかそのもしくはもう自分の思ったようなクオリティを追求してそれを発表してで認められて応援してくれる人が増えてみたいなでクラウドファンディングとかもね出てきてでいろんな方法が出てきとるからさ、まあ、とりあえず突き詰めてやっていってそれを表現して。 でそれを何かしらの形でマネタイズしていくっていうことを目指してもいいと思うんよね誰もがそう。なんかもう日々うんざりしてさなんか行きたくもないような <laughs> 行きたくない会社に行ってからもうなんか興味ない上司に怒られてな <laughs> んなんこの人生とかと思ってるくらいだったら、うん、ワンチャン目指すのもありなんじゃないんかなと思う。 でそれでなんかもう別に周りに何と思われようが馬鹿にされるかもうどうでもええじゃん。そう。そのう個人個人が生きてることだから。そう。そうやって生きていったらいいと思うよ。<laughs> 誰に読か分からんけどそう。自分自身にもそう思うから。そうで。まあなんかその数年やってる割には結果出てないなぁと思うけど。 まあでもやっぱり続けられるっていうことは本当に好きなことなんだなっていうのが自分でも思うからさで好きなことをやってる時間っていうのがそもそも幸せなわけじゃん。そうで誰にうるさく言われるわけでもなくねもうほんまに怒られてるうるさく言われるのも,もすっごい嫌いだからさ何、まあ、な,なんお前も消えろやってなるから <laughs> ほんまにも好き勝手やらせていただけるのがもう本当に幸せですね。 うん、そうもともと性格悪いからさなんかその限られるよねそうでまあみんな,なんかそのみんながみんな性格いい人たちばっかりでもないと思うよ多分俺みたいな,なんかもうねじ曲がってどうしようもないようなやつも世の中おるけど、まあ、みんな我慢してやってるわけじゃんで俺も我慢してやっとったけどで別にやろうと思えばできたとは思うよ 泣きながら <laughs>。泣きながらね。時にはなんかもうこの震えながら、もう悔しい悔しいはにゃいくなるけど <laughs> な。なりながらもう生きてはいけたと思うけど、なんかね、直感的に思うけど寿命が縮まる気がする。あまりそういう生活を続けると。なんか、あの、うつ病とかって昔からあったんかわかんないけど、俺多分あれって、 分からんよ原理分からんけどさやっぱりその会社で辛いことがあってうつ病になったりとかさその辛いなと思いながらその辛いことをやり続けてでうつ病になったりするような感じじゃないで本人さえもその辛い辛すぎて辛いっていうことに気づいてないみたいな思ったよりつらかったみたいなである日突然ねあの体壊してみたいな動けなくなってとか。 もう心の異常が体に出るパターンよね。で、それで気づく人とかも出てくるじゃん。でもやっぱ、なんかその我慢し続けたりとか、その辛いと思い続けることをやる、やり続ける、やり続けすぎるのって、まあちょっとだったらまあ必要なことかもしれない。やっぱ成長もしていかないといけんしね。ただまあある程度やったらさ、なんかその無理に、 人がななんかその押しし付けることとでもないと思うしその自分がやりたいその我慢してでもやりたいことがあるとかその短期的にこれは乗り越えなければあの前に進めないみたいなことで立ち向かうっていうのはすごい意義があることだと思うんだけどだかやっぱり一番やばいのって自分が何の意義も感じてなくってでしかもなんかそのやらないといけない。 っていう責任感のなんでやってんのかもわからずやり続けることだと思うよ。そ,うそんなんだったらやっぱりそれ誰でも病むよねそれって。でもそういう生活してる人とおると思うし自分もやっぱ昔そういうところあったからさてかそれしか方法がないと思ってたっていうか、まあ、今もそう思い込んでるところあるかもしれないけど。 まあ,あんま良くなないよなぁと思ってそうだからやっぱ人間好きなことをやるっていうのが思ってる以上に大事なんだろうなと思うしもっと言えばその好きなことを仕事にしていくっていうのは人生レベルでやっぱ大事なんじゃないかなと思ったねでもなんかあの好きなことが形になって仕事になったらイコール幸せっていうことでもない っていうのもこれ本当落とし穴だからなんかそのめちゃめちゃ好きなことで形になってあ、これ暮らしていけるかもってなった瞬間になんかそのそのこと自体が本当に好きなことなんかわからんくなったりすることもあるよ実際にでその時にあの1回自分がやり始めたことだからって言ってやり続けないといけないって思い込むと またそれはそれれはで義務的になって昔好き勝手やってた時はものすごい好きだったことももうどんどん嫌いになっていくっていうこともあるからそこを気をつけんといけんよねだからゲームもやっぱ嫌いになりたくないからさそれはなんかすごい気をつけて俺義務的にならないようにっていうだけどなんか去年とか一日も休まず <laughs> やって たけど配信もでもそれも一切義務的に思ってないやめようと思えばいつでもやめれるしそのいや自分がそのやめたところで誰も文句言わないし言えないという状態を作ってその上でやってるからだから逆に続くっていうのがあると思うよそうもうやらないとなんかダメとかと思ってるわけでもなくやりたいからやるっていうそれがまあ大事なのかなと思いますね。 なんかその辺のねなんかその例えばゲーム実況をやれば幸せになれるっていうことでもないじゃんゲーム実況をやってもその中でどういう考えでやっててで自分のスタンスはこういう感じでみたいなのを一つ一つ定義していってでその中でこのなんていう極力自分にもストレスがないしその関わる人もハッピーな感じでやっていけたらいい。 きれい事を言うとやっぱりそのみんなを楽しませてみんなを楽しませていかないといけないみたいな風なことをやっぱ思いがちだとは思うんだ思うんよ。そうやっぱ楽しませないとこうファンも増えないしっていうのは正論だと思うんだけどそれ以前にやっぱあれだと思うよな,なんかその楽しませられる自分であるかどうかってまた別の話になるじゃん。 でその楽しませようというその気持ちって大事だと思うんだけどただそこに集中しすぎるがあまり自分が楽しめなくなったらそもそも続かないからで苦しくなっちゃうからだからそこもまたなんか気をつけた方がいいなと思うよね、うん。割とやっぱなんかそういう一個一個落とし穴があるような物事ってねだから精神的にはまりやすいこと。 正論をそのままや,やろうとしたらその行き着く先が幸せではないみたいなことって結構あるから常識とか正論みたいなものってそれも他者がそのこうした方がこう集団で見た時に無難にいけるよねみたいなのが割と常識とか正論みたいなものだと思うんよ。でそれがその個人個人にとって都合がいいかどうかってまた別の話になるし。 それで何とも思わない人もいればあのそこに苦しさを感じる人もいると思うからそ,うそこはちょっとあの自分の頭で考えて <laughs> マッチするやり方でやっていくしかないよね。そうだけどまあフリーランスの場合なんか基本的にそうやって一個一個自分で考えてさで,でな何かアクションを起こしてでそこで感じたことを踏まえて形を変えてで 自分の性格にフィットしたやり方をやっていくもしくはもう合わないんだったらやめるっていう選択もできるわけじゃん。でそれってでもやっぱ作っていかないとやっぱこう仕事すればするほど辛いみたいになっていっちゃうよね。だから極論やっぱその、まあ、ゲーム実況に限らずだけどさもうガチで合わないクライアントとかなんかその下に見てるクライアントっているおるんの時々。 その例えば企業から仕事をもらいます個人個人の例えば相手も個人事業主とかフリーランスみたいな人から仕事をもらう場合割となんか対等な感じになるんだけどなぜかそのなんていうかな今今契約しているところじゃないよ今契約,契約してないところ今契約してないところで何回かやっぱり企業の人と一緒に仕事をしたことがあるんだけど なんかそのやっぱ会社員っていうスタンスとフリーランスっていうスタスちょっと下に見られがちというか言葉はめちゃめちゃ丁寧なんだけどわかるじゃんやっぱりめちゃめちゃ丁寧なんだけど言葉上はあのな、ー、めとるなっていう <laughs> ああこの人なめちゃってるよーっていう。 ただやっぱりいい話にならんよね。なんか。で、なんかあと、あれよくあるけど、気分で,で、俺ライターだからさ、気分で、あのー、修正させるかどうかを決めるやつね。このライン前セーフだったじゃんっていうのを、なんか、あのーそ、前ちょっと余裕持ってこの辺セーフだったよねっていうラインを、あのー、その人が機嫌悪い時は、 あのアウトになったりするっていう <laughs>。っていうかそれレギュレーションなかったけどなみたいなそれはあなたの感じ方ですよねみたいな感じのやつ <laughs> 理不尽なやつ多分これ、まあ、どの会社で働いてもまあそういうことはあるよね上司にそういう感じで接する接されるっていうあると思うけどやっぱそのクライアントも そこのの企業の社長とやり取り取してるわけじゃないからさ直接やっぱりその窓口があってでそう企業であればその窓口の人もどういう人間かわかんないしその自分の担当になってる人もどういう人間かわかんないじゃん。で企業としてのあの何ていう印象とその個人個人の印象とまた違うんよな。だから当たりが悪いとその 変な担当に当たったことによってその会社自体は嫌いじゃないのにあのそこで反りが合わなくて辞めるっていうことも実際あるしなんか普通シンプルに相性悪いんだなっていうので普通になんか普通に気分悪いなっていう <laughs> 普通に気分悪いなこいつこいつと一切仕事したくないなと思ったらやっぱり辞めるかなガチで探したらやっぱり。 何回もさ俺ピンチピンチって言いながらもうなんだかんだで自分で仕事取ってきて体勢立て直したり、まあ、時にはもうマジでやべえってなって助けてもらうこともあるけどなんだかんだでもやってはこれとるじゃん。だっけどんか極論その取引先にしがみつかなくっても頑張ればまだなんかガチで頑張れば見つけられる状態では あるよね、まあ、わかんないけどね、そのタイミングによっては。だから毎回怖いんだけど、仕事、なんてクライアントと契約を終わらせるときに、こちらから終わらせることもあるから、この担当嫌いだからやめます。まあ、直接言わないけど、<laughs> この担当の人嫌いなんでストレスがたまるんで、ちょっと無理なんでやめますっていうことも実際あるよ。で、無理にそこでやり取りし続けないといけないということはないから。うんそう でもそれくらいの気持ちでやらないと本当にあの足元見られるというかその何て言うんだろうだからそこにつけ込んでくる人とかもやっぱりおるからねリアルにうなんかこう自分のところからの仕事なくなったら困るだろうみたいなそうお前の生活は俺が握ってんだぜみたいなしかもそれがその企業の担当のやつだったらね別にお前の会社じゃねえじゃんとかと思うけど でも実際握ってるのはそいつっていう状況になっちゃうからそうなんかリアルな話するとそういうこともあるだからなんかその常に自分の何て言うの働き方とかどこと一緒に仕事をするかっていうのはあの自分で決めていかんといけんなと思う、うんでまあ、俺も至らない点めちゃめちゃあるしねなんか多分理解力もない俺の理解力のなさもあると思うんよきっと あのー、手抜いてると思われたくないじゃん別に手抜いてないしでなんかその俺が理解力がないことによってんかもしれんんななとと思うことがあるんよなんか例えば修正とか入った時にいや別に俺なんて言うんだろうそういうつもりじゃないんだけどなとかって <laughs> 思いながらでも言うわけにもいかないじゃん。 その仕事先の人に別に手抜いてませんよっつって <laughs> 向こうも向こうもそう思ってたとしてもそのいや別に手抜いてるって思っていませんよって絶対それも返してくるだろうしねなんかその侵害侵害でもその自分の至なったらなさも俺この前さ教会なんだっけあの教会なんとか IQ が なんていう何歩以下だったら、えー、障害認定されてで何歩以下だったら平均でみたいなやつがあってその障害と、あのー、平均的なあの、まあ、健常者という言葉が正しいんかわからんけどもう普通の大丈夫なあの足りてる人 IQ のそのグラデーションになってるはずだからさその境界線上にいる人たちのなんか名前が付いてたんだけど。 ちょっと忘れたんだけど、それの動画を見たんよ。で、俺、これ、ワンチャン自分もこれあるんじゃないかなって、IQ って調べたことないからさ。で、その、教会ギリギリ足りてない人って、あの、あれなんよ。なんていう一見普通みたいなんよ。で、やっぱその人の話を聞,聞いてると、さすがにやっぱ自分はそこまでではないとは思ったけど、でもなんかその、それは IQ を軸に見てるものじゃん。でも、他の、 なんて他の基準で調べた時に何かしらが欠如してる可能性ってあるじゃん。まあ俺もそうだし俺に限らずだとも思うんだけどそうでそんな時になんかえ人ってやっぱり一概に言えない理解力もその人それぞれだしなんかその理解してないから努力してないっていうことでもないでそ,それを見るとねそうと思って。 で、なんかそういう動画を見るとさその自分が主観的にその動画を見てるのと同時にその客観的に自分をその人にこう当てはめてみたらさなんかその人もやっぱり生きづらさを感じ取るんよ <laughs>。俺も生きづらさをやっぱり感じてるから何かしらなんかこう欠如はしてるんじゃないんかなと思ったなんか自分自身ね。 そうでもまあ言うてもその中で生きていかないといけないじゃん。そうだけどまあ何て言うんだろうだからまあいろいろやってみてさなんかその配信,、えー、とまあ配信もそうだけどで会う会わないって実際会ってで会うことを実際やってみた会うことを続けていっていけばいいじゃん。そうっていうふうに思いましたま全くなんか全然関係ない話になってるけど。 1>, もう1週間のうちでこうやってしゃべるちゃんとこう喋ることに集中して喋るのってもうここしかないからねそうこの1週間の間で感じたことをちょっと喋っとこうと思ってそういやもうでもあれだな,なんかストレスなく行きたいね <laughs> ほんまにでもまあ今後もでも あれだよやっぱり自分の仕事は自分で選んでいかんといけんなぁとは思うほんまに合わない人がその取引先にいたらそれも辞やめるというのも選択肢に常に入れてる、まあ、今に限らずだけどずっとそうフリーランスになってからまあそれでやれてるっていうのもありがたい話だけどねそうなんかやっぱその相性あるからさ なんかこここのクライアントのところは全くなんか問題ないけどなんかその他のところでは多分相性良くないんだろうなみたいなことも実際あるしね、うん、なんかそこはまあ毎度毎度考えていかんといけんなと思ってなんか相手に迷惑かけるのも,も申し訳ないしね <laughs> そういう視点もあるななんかそのなんだこいつっていうだけじゃなくて。<laughs> <laughs> あもうなんかシンプルに申し訳ないなみたいな。やっぱウェブライターの仕事ってやっぱりそういうのもあるからさ。なんか、なんていうの相性もそうだし、自分の能力もうそんなに高くはないとは思うからさ。だんだんあと理解力もないだろうしね、俺の場合ね。そうだけどまあそこはなんか、総合的に見て。で、なんか、 なんだろう。頑張っていこう。<laughs> 頑張っていこう。<laughs> ですね。ちょっとまた仕事して、えっ、ー、と、夕方から配信するわ。じゃあ、えっ、ー、と、終わりますね。ありがとう、終わりまーす。